私、文章より動画の方が説明しやすくなる。100ページの文章も1分の動画に収められる。まあ、この考え方、別に動画じゃなくても100ページあれば文章でも大丈夫。そういう考えにもなるんですよね。でも最近、物事文章にできないものって多いなと思いましてね。何が文章にできないものなんだ？スポーツの試合の記録、映画とかのムービーカメラが普及するまではほとんど残されてなかったみたいですね。それほぼ唯一に近い例外があるんですよね。あの野球って結構古くから残ってるんですよね。試合の流れが他のスポーツと比べて非常に単純化されて、一直線上にこの展開されるゲームだったからできたと思うんですよね。では具体的にどういうふうに残されてるのか。昔からスコアブックってのがあるんですよね。それに記録は残されてるから今でもなんとかその試合状況を引き出すことができる。まあそういうことは例外にして、多くのこと動画じゃなければ伝えられない、そういうものが多いんですよね。スマホとかの操作方法、文章の手順にしろって言われても無理なんですよね。アイコンに文字が書いてないから文章で言えないんですよね。左下の星みたいなもの、左下の四角っぽいもの、スマホの場合ある程度使って匂わせる感じ、ここを押せばこう動く、そういうところが必要なんですよね。これ全くいろんな人がわからないっていうわけじゃなくて、あの Windows とか MacOS のゴミ箱、みんなそこにドロップすればファイルが削除される、その認識は根付いてると思います。なんか最近物事が文章で記録できないようになってるんですよね。動画による説明が便利になるんじゃなくて必要になるのかなと思いますね。あと動画ですと細かい部分を説明しなくていい、その部分はわからない人は動画を見てくれ、それ重要な部分だけ口で言う、そういう方法もできるんですよね。あと巻き戻しできるということも強いですね。巻き戻しを前提に考えてもらってもいいんですよね。それによって何が起こるのか、わからなければ戻せばいいんですよ。それによって過剰な説明が少なくできる。ある程度その分野に明るくなってくれば、回りくどい説明みたいなもの、そういうものも不要になってくるんですよね。一つの動画が初心者からエキスパートまで使える動画になる、資料になる、そういう利点もありますね。ああ時代は変わったんだ、こと細かく説明する時代は終わったんだ。あ、これもう昔から終わってると思うんですよね。あの車の運転、細かいところはしょってるんですよね。もう経験則で覚えてくれっていう感じで、なんかもともとそういうものあったんですよね。なぜか最新技術というものが普及してきて、車の教習の時にはこの言葉足らずの教習を真剣に受けてた。でも今の技術に対してはなんか思考停止を起こしてしまう、不思議なところがあるんですよね。車の教習、なぜ言葉足らずで機能したのか、実物があるからですよ。あの教え方で実物がなかったら全くわからないですね。なんか動画という実物に近いものがあれば、多少言葉足らずの方がいいのかな、そう感じましたね。プレゼンテーションみたいに一人の都合で巻き戻しできない、そういうものの話し方と誰でも巻き戻しできる動画に関しては作る手法変わってくるのかなと思いましたね。あともちろん巻き戻しじゃなくて早送りもできるんですよね。あ、ここ分かってるから早送りしたいよ、それも考慮するべきですね。早送りされてもより短時間で見ることができる動画、そういう編集もいいのかなと思いましたね。まあちょっと早送りに関しては今思いついただけで、どのようにやっていくかはちょっとわからないですけどね。なんか動画、技術的に見ればテレビとか映画の延長線上でも違うんですよね。その大きなポイントはオンデマンド、好きな時に止めて、好きな時に巻き戻して、好きな時に早送りする、それができるということを頭に入れとかないとこれからの動画厳しいのかなと思いましたね。Thank you.